ラマンです。3時だよ、3時だよ、みんな起きて。おいしそう。何飲みます？飯食います。これ言い過ぎてちっちゃい。まだ食べる？食べたい。美味しい。美味しそう。寒い。2度。めっちゃ寒い。走行距離が100キロを超えました。じゃあ早速釣りをしていこうと思うんですけどもね、ジグはこれフルボ 300g ね、針は上と下両方つけます。場合によっては上だけつける場合もあるんですけども、今回は上下両方つけたいと思います。これを開発したスタッフ久木は水ベルは使わないで、このように、コンビリングで、頭の部分、やるんですけれども、それが気になる方はこういった形でね、水ベルをつけてもらったらいいと思います。これでやってみよう。ジグはこのフルボっていうジグを使うんだけど、これの特徴としては、はい、幅が非常に狭いんやんか。同じ 300g でも幅が広くてエッジがついてる分で落ちるのすごい時間がかかるんだけど、これは幅が狭くて、で厚みが分厚い、その分あのスパンって早く沈むやんか。なるほど。するとシャークした時に水切れがいいから、スッとこう上がってくる。幅広い層を適応よく探ることができるチームですね。いいです。詳しくはあのアズーロのホームページかなで、説明がされてるんで、あのあれ貼っといて。トンジギスタートね。まずはこのフルボ、ちょっとローライトなんで赤金からスタートしてみたいと思います。行ってみよう。2回目来るとそんなに偉くないんよ。そうなんですか。初め偉いけどね。初めは偉い、うん、慣れてくる。慣れてくんねえや。なかなかですよこれは。Gracias.
の水やばい。来た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 。そう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 。そう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 。もうちょい。よかったね、釣れた。ルアーはフルボ。もう筋トレぐらい腕パンパンでしんどかったけど、釣れたら感動マジ。重たい、めっちゃやばくないですか。釣れますよこのルアー。店長まだ釣ってないけど、私がちょっと先に、まだ筋トレ中なんで、まだまだですね店長も。私が先にいただきました。イエイ。おめでとうございます。ありがとうございます。
に行きたい。これは丁寧に行きたいな。よしよしよし、あと20ぐらい、もうすぐ上がってくる。そんなに大きくないけど丁寧に行きたい。よし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 、リーダーいた、リーダーいた、リーダーいた。よしよしよし、っていうか知ってます？これ見て、ヒレ広げたらトンボみたいに長いんで、ヒレが長いからトンボに見えるから、トンボ。そのトンボをジギングで釣るからトンジギって言います。はい、ありがとう。はい、タックルは、ロッドがスロージャーカーの4オンスで、リールが押し味側の2000番ね。で、BE が今日僕は3号巻いてます。で、ショックリーダーは、80ポンド、糸はもっと太くてもいいですね、4号、それから、ショックリーダー100ポンドでもいいです。はい、こんなタックルで釣りましょう。ありがとう。はい、じゃあ今日お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、今日はもうこれ一択でしたね。はい、フルボ 300g ね。はい、ちょっと風が強い場面ではもうちょっと重たい方がほんまは良かったかもしれないですけど、十分まあ 300g で今日は戦いましたね。何度も言いますけれども、この細いシルエットとこの分厚いこの形状がね、非常に水切りがいいんで、早く沈むと。それ
から、ジャークした時もスムーズにあの立ち上がりがいいというジグでしたね。船長、これからどんな感じになりそうですか、今日は。これからどんどんカズ3シーズンに入っていって。カズ3なの、うん、今日もあったと思いますけど、やっぱこう連鎖したり、はい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 、この1人かかったらまだ2人3人と、うん、なるほど、こういう時期にだんだんなっていくし、なるほど、もっと3月後半から4月ぐらいになったらちょっとキハダマグロも、ちょっとね確率は少ないんですけどね、回遊してきたりとか、ちょっとこれから楽しみがまた増えます。そうですね、まだ入門でこれから始めたい人はちょうどいいんじゃないですか。あ、そうですね、やっぱり当たりがねどうしても初心者の方とかはあった方が絶対いいんで、そうですね、そういう意味ではこれからカズ釣りシーズン来てもらえるといいかなと思います。そうですね、うんうん、美味しい、うんうん、Mm-hmm.